はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は銀河英雄伝説 4EX、 自由惑星同盟側でのプレイ続きをやっていきたいと思います。で、まあ、ヤンとね、ラップにフォーカスして、まあ、プレイの方をしていこうというコンセプトで進めているんですが、今回の主目的はですね、やっぱり帝国側にいる優秀な士官たち、彼らをね、ちょっと葬り去っていかないといけないなというのがあって、ちょこちょこと帝国領にちょっかいを出していこうというふうに思っています。ではまずボーデンの方にですね、艦隊を出しましょう。ボーデンの方に、まあ、参考艦隊かな。で、参考艦隊出すんですが、ボーデンをね、狙う目的は何かというと、ボーデンの方には、ケスラーが防衛司令官として入っているので、このケスラーをね、葬り去るというのが目的です。艦隊出撃で、ボーデンの方に、ヤン、ラップ。ラップもね、早く中将に登ってほしいですからね。さらに、シトレ自ら出ましょう。アムリッツァーで敵艦隊か。アムリッツァーには、今、ヤンとラップがいたはずだね。レンネンがいるんだな。レンネンのところにルグランジュ、ヤン、ラップがいるな。ルグランジュもね、ご覧の能力値になってるので、まあ、おそらく連年完封と互角の能力値じゃないかなと思います。そうですね、連年完封がこんな感じですね。連年のところにいるライブル准将。運営83、情報81、なかなか強いですね。ラッツェル少佐。さらに、ルビッチ注意ですね。で、一方同盟の方はというと、ルグランジュ艦隊の方はエンベス大佐がいるな。エンベス運営93はさすがだよね。ブラッド・ジョー大佐、ちょっとわからないけど、ブラッド・ジョー大佐も、まあ、統率はともかく運営、情報、機動、それなりの能力になってるかなと思いますね。で、ヤン艦隊の方ですが、ヤンの方はね、さすがだよね。構成基地が今14万6千まで膨れ上がってるな。さすがに大将。さらに村井。アーテンボローも少々ですからね、今や。で、シェーンコップが順勝ですが、シェーンコップもね、これ早く少々に上がってもらって、シェーンコップが少々に上がった暁には、ブルームハルトをラインハルトの艦隊へと転籍させましょう。で、ディッシュ順勝をこの後外して、ユリアンを艦隊幕僚に入れよう。で、ラップの艦隊の方は、全体的にね、ラップも能力は高いんですが、まあ、グエンがいて、で、リンツ。で、バグダッシュ。そして、コーネフですね。ラップは鉱石地で、ちょっと、ヤンに置いていかれてる感はあるな。アムリッツァーでも敵艦隊。ボーデンでも敵艦隊か。アムリッツァーに帝国惑星が取られてしまっているという状態だもんね。そしたら軍事作戦、艦隊出撃、アムリッツァーの方には、4個艦隊、ボロディン、パエッタ、ロボス。この辺りの艦隊が間に合うのかっていう話だな。ボーデンはどうしても取りたい。ラップの軌道が2上がりましたね。うん、防御も上がった。ラップ3。順調にラップの方は力をつけてるね。
で、シュトレがちょうどアムリッツァを通過するんだね。ここは、普通に取りに行きましょう。ん？ボーデンの方に敵艦隊が現れてるな。ちょっとボーデンの方は一度艦隊を引き上げた方が良さそうだね。ラインハルド、ランズベルク、ミッケンベルガー、レンネン、ミッターマイヤー、ケンプと、こんだけの艦隊が出てると、ちょっと正直危ないので、軍事作戦ボーデン、作戦を中止しましょう。で、アームリッツァーの方に入っている艦隊も、ちょっと危ないので、軍事作戦としてはイゼルローンに5個艦隊を出すような形にして、艦隊出撃でアムリッツァーの方へと、展開している艦隊を一度引き上げます。バグダッシュが大佐に昇進。で、軍事作戦としてアムリッツァーも全軍撤退をして、イゼルローンの方に、ルグランジュ、ボロディ、シュトレ、あとはパーエッタ、この辺りを配備しておきます。で、艦隊の方、どうなってる？ヤンは。きついなぁ。ヤンもラップもきついなぁ。ヤンもラップも一度、駐留艦隊の任を解きましょう。で、ハイネ戦で、艦隊を補充してきてもらいます。ちょっと待ってね、ヤンは今どうすることになっている？駐留先へ移動中。これハイネ戦だね。 OK だ。アッテンボローの言うことか。ちょっと待ってね、一度ハイネ戦に戻ったら艦隊を戻しましょうというのもあるので、しっかり内容を確認していかないといけないな。さあ、ヤン・ラップが戻ってきたので、艦隊、ヤン・ラップ、内容を確認する。よし、戻ってるね。さすが、ハイネ戦だな。艦隊の補充がすごくスムーズですね。では、ヤン、ラップ。で、あとですね、人事で言うと、士官の配属で、イゼルローンの方に、人を配置しておきたいので、そういう意味で言うと、イゼルローンに入っているシュトレを一度解除しましょう。グリーンヒルから4個艦隊でホルゲン攻略したらどうかという話だね。これはちょっと承認しましょう。ホルゲン。で、ボーデンに関しては却下だな。2個艦隊だと危ないよ。ホルゲンの方にはホウト、ボロディ、パエタ、ロボスが出撃という話ですね。で、今、シュトレはどこまで来ている？シュトレは今、もう、ハイネ戦に戻ってるね。では、艦隊の編成で、シュトレのところにいる、ちょっと待ってね。違う違う。シュトレのところにいるじゃない。今いるのはティアマトにいるんだな。あ、誰がっていうのは、ブルームハルト。です。なので、艦隊の爆量で、ビューコックを選んで、ブルームハルトを解任しましょう。で、ブルームハルトは、イゼルローンへと人事で士官配属をしていきます。
で、イゼルローンの方に艦隊を出したいので、軍事作戦イゼルローンで、イゼルローンの方に、シュトレ自ら入ってきます。で、予算不足のため、支出は当面、マジですかい。どこに金がそんなにかかってるんだろう。ちょっと財政を確認しますか。ちょっと待って。財政を変えるって、そういうことか。どこに金が どれだけかかってるかをちょっと確認したかったので、ちょっとそれを見ておきましょう。で、その前に、まずはビュコックのところから、いなくなっているブルームハルトをイゼルローンに駐留、配属します。で、あとは艦隊だよな、艦隊。ちょっと今こんだけの艦隊があるものの、こんだけの艦隊を食わせるだけの金がないって話なんでしょ？いや、参りましたね。国防予算がゼロだもんね。そしたらちょっとここは、ボーデンの方に4個艦隊を出して、大規模な軍事作戦で、一度、国民の目をそらしましょう。艦隊出撃、ボーデンの方にシュトレン、さらにヤン、もう金がないからな。ラップで、あとは、まあ、一応ボーデンの方に、じゃあビュコックあたりを出しましょうか。で、金がないのをどうするかですね。エルファシル、いやー無理だな。結局造船所を削るぐらいしかちょっと思いつかないんですが、造船所を削るわけにいかないからな。国防予算がちょっと入ってきましたね。ちょっとボーデンで敵艦隊と遭遇。敵艦隊多いな。アムリッツは今はビューコックがいるので、次のターンでビューコックがボーデンに到達するね。ちょっとボーデンの到着が一ターンだけビューコックが遅れているという状態ですね。で、アムリッツはの方にパエットロゴスか。ケンプもアムリッツはにいるね。ティアマトにはウランフがいて、シバー政権にシュトレだよね。シュトレが遅れてるな。なんとかね、一刻も早く。勝負してほしいところなんですが。方言でも敵艦隊だね。ボーデンでも敵艦隊。しかも結構数が、あ、多いぞ。しっかりまとまった艦隊運用してくるね。ランズベルク、ミュッケンベルガー。それに対して味方は？ビュコック。ヤン。ラップ。なんかまだ戦えそうな気がするんだけどね。そうすると艦隊出撃で、ボーデンの方に、ラップを下げて、ウランフ、違うよな。どちらかというと、こっちも危ないよね。ホーゲルはまあ、そこそこ、それでもそこそこだね。ブラウンシュバイクはまあ、いてもいなくても同じとして、ホーゲンの方に、艦隊出してあげたい気はする。軍事作戦、ホーゲン。六甲艦隊に変更して、ここにウランフを投入しましょう。
ラップを戻すのか。ヤンが持ちこたえられるのか、ヤン・ビュコックで。いやー、結構総力戦になってきてるね。まず、方言の方には、ここで、ウランフを投入しましょう。これでね、方言の方が大丈夫だと思うんですよ。で、ティアマトまで来ているシュトレが、ボーデンに間に合うかどうかですね。ホーフド艦隊が全滅。マジか。ホーウッド中将が死んでしまった。マジか。バウンスゴール少々も死亡。痛すぎる。痛すぎる敗戦だ。ちょっと待ってね。オーゲンの方は、ボロディン。ボロディンまだ元気だよ。パエッタも元気。ロボスも元気だよ。敵艦隊の方は。ブラウンシュバイクが存在。メルガッツも健在。シュターデン、オーゲル。いやー、しょうがない。ここはまともにやっても勝ち目がないな。一応全軍撤退しましょう。で、艦隊出撃はボーデンの方に。ブラウンフ。痛いのが、ホウと中将が死んでしまったので、まあ、艦隊としてはね、チュンが、その穴埋めで入りましたけど、統率68、まあ、カールセンが入って、多少、マシになっているっていう感じかな。まあ、しょうがないですね、ここは。アムリッツァーの方はどうなってるんだろう。大丈夫なのかな。一度ここは全軍退却にしておきましょう。ビュコック艦隊が全滅？マジか。ボーデンからも全軍退却だ。いや、なかなか痺れるな。ドーソンが、そして第5艦隊、ビュコックの代わりに。ありえない選択肢だよ。まあ、死ななかったけ、マシっていう感じかな。まあ、すぐにドーソンの艦隊は、まあ、チュンもそうだけど、チュン・ドーソンの艦隊なんで、作らせないよ。解散。同じく。チュンも解散。よし、シェーンコップが少々に昇進だね。これは嬉しいです。まあ、敗戦が続いた中で。さらに、村井が中将に昇進。もう、ここはどん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 、ヤン艦隊、メンバーが、昇進を重ねてくれていますね。では、人事を行っていきましょう。まずは、ヤンの艦隊なんですが、ヤンの艦隊から、編成で、シェンコップを解任。代わりに、ブルームハルトを選択します。で、イゼルローンのね、防衛司令官。これを支援コップに変えていきましょう。いや、チェーンはダメよ。チェーンなど。おー、ウランフも大将に昇進した。いや、ラップ。ラップどうした？
防衛司令官イゼルローンは、今、そうか、士官配属で、シェーンコップが今移動中なんだな。ちょっと確認していきましょう。陸戦で、シェーンコップ。ああ、でも今、中流でイゼルローンにはいるか。イゼルローンにいるんだったら、イゼルローンから、士官配属で、一度シェーンコップを外しましょう。その上で、防衛司令官、シェーンコップ出てこないね。ちょっと一旦進めますか、じゃあ。で、もちろん、チューンの艦隊は、解散。で、防衛司令官、イゼルローン。ここにね、シェーンコップを入れていきたいところですね。イゼルローンにいる艦隊一度、撤退。まあ、これはいいでしょう。またチュンの艦隊ができんのか。邪魔くさいな、チュンの艦隊。ヤン、ラップ、両艦隊も一度戻した方がいいね。中流艦隊の任を解きましょう。ヤンも、ラップも、もう艦隊が、ボロボロになってるので。中流艦隊にアップルトン。これはダメよ。勝手にいろいろみんなやってくれるけどさ。ドーソンもまた艦隊持ちたがるの？いや、よくないね。まずは艦隊で、チュンとドーソンの、ほんと、チュンとドーソンの艦隊さ、作らせんのやめてほしいんだけど。チュンとドーソンを一旦防衛司令官にしておきたいな。なんかちょっと油断してるとすぐにチュンとドーソンが艦隊の司令官になってくるんで、あまりよろしくない。じゃあ防衛司令官にしましょう。まずバーラと、ここにしっかりと人を配置します。防衛司令官バーラと、ここにまずドーソン。これ、全然納得の配置でしょう。で、イゼルローンですよね、イゼルローン。イゼルローンが今キャゼルヌなんで、キャゼルヌをシェーンコップに変えたい。シェーンコップに変えたいんだけど、シェーンコップが今どこにいる？ジャムシードにいるんだな。お、ビュコックが戻ってきた。しかも生きて。であれば、ビュコックだよね。で、もちろん、ワイフェル中佐。で、運営がカスなんで、運営が強い人を入れておきたい。とだ。はい、顔がタクワンみたいな顔してるけど、あと誰入れる？能力値的に保管しておきたいのが陸戦だよね。陸戦、まあカールセン、いやー、あえて入れたい人はいないな。となると階級の低い人を入れて階級を上げさせてあげましょう。まずは、江田少佐、さらにフィールズ注意、そしてバーリモント勝利で、戦艦を中心とした重厚な布陣でいこう。またチューンかよ。なんなんだよ、チューン。
チュンに関してはもう、どうしようもないな。シェンコップ。ようやくシェンコップが、これで、イゼルロンの、防衛司令官の任務に、つきましたね。キャゼルヌも一応イゼルローンに残ってもらって、で、ヤンのところにいる、まあヤンがね、戻ってきたらという話ですけども、ヤンのところに一度、ユリアンを配備してあげましょう。バーラトに戻ってきたので、艦隊の編成で、ヤンのところにユリアンを。だからそういう意味ではディッシュ、少々まで上り詰め、これヤンのところにいたからこそ、このディッシュ少々まで慣れたと思うんですけど、解任します。で、人事で。ユリアンは今は、イゼルローンにいるから、多分、配備できないんだよね。でね、OK です。では、艦隊駐留していきましょう。イゼルローンの方に、ヤン。ヤンがちょっとしっかり完全回復はできてないんだな。攻撃空母、工作艦が足りてないってなると、ラップの方もちょっとしんどそうだね。そうだよね。攻撃空母中心だからね。そうなると、造船所をちょっと作っておくか、ハイネセンで。攻撃空母。金ばっかりかかるけど。工作艦。予算超過で訂正願います。そうですか。予算超過です。もう何もできないんでしょ、結局。240億ディナールしかないから。ここで敵がイゼルロン聖域を目標として作戦行動を行っている模様。なるほど。危険だな。軍事作戦。イゼルロンに参考艦隊。まず艦隊出撃でイゼルローンに、今シトレしかいないんで、ここに急いでディアマトにいるウランフを配備した方がいいね。で、あとは艦隊駐留で言うと、ディアマトの方に再びリュコク。アスターテンディッシュ少々。まあ、これはいいかな。許可しましょう。で、軍事で艦隊出撃で、ティアマトにいるウランフを急いで出しましょう。キャゼルヌは今どこにいるの？ハイネセンにいるんだ。キャゼルヌも、まあ、はっきり言って、イゼルローンファミリーなんで、イゼルローンに行ってもらいましょう。イゼルローンから全軍撤退するっていう、このロックウェルは何を言っているんだ。さあ、イゼルローンでシュトレ・アップルトン・ウランフを迎えて敵艦隊と交戦するんだな。まずは、要塞砲の射程の圏外にちゃんと離れて敵艦隊を迎え撃ちましょう。敵の艦隊がいる。これはオフレッサーか。オフレッサーが艦隊の指揮官になってるのか。
まあ、いきなりトゥールハンマーを制射したね。ではシュトレは敵の側面に回り込みましょう。オフレッサーだから来るのが遅かったんだね。単純に足が遅いっていう意味で。ただオフレッサー近づけると最悪占拠される恐れがあるんで、そこだけ注意して早々にオフレッサーを葬り去りましょう。ミッターマイヤーがいる？いないよね。ここで再び、ちょっと待って。誰かが犠牲になるよ、これ。誰かが犠牲になるのに構わずに、シェーンコップはトゥールハンマーを放つんだな。そうだよね。ラップが怒ってるよね。シェーンコップは何を考えているのだと言って怒ってますよね。いやー。何なんだろうかという感じがするよ。まずは工作で激励を行って戦闘を継続できる状態に持ち込んで一気に仕留めよう。まさかシェーンコップが同士打ちを行うと思わなかったな。いや、ヤンの統率が100人に上がった。そしたら一度軍事作戦で、イゼルローンの方は全軍撤退でいいでしょう。まあ、第8次イゼルローン攻防戦だったわけですね、今のがじゃあ。金が入ってきたのであれば、造船所を作ろう。ハイネ船の方に攻撃空母と工作艦。はい、ではね、今回は第8次イゼルロン攻防戦をお届けしてきました。まあ、その中でシェーンコップがね、少々に昇進して、防衛司令官の任務に就いたんですが、まさかと味方を巻き込む要塞手法をぶっ放すというね、荒技をいきなりぶちかましてくれましたけども、まあなんとかね、エゼルローンの方に迫っていた選挙コマンドを持ったオフレッサー、これをね、退却せしめたので、OK としましょう。ちなみにオフレッサー死んでたりしないよね。オフレッサーが死んでくれたりするとむちゃくちゃ嬉しいんだけど、ゼークトも死んだな。オフレッサーはちょっと行方不明状態だな、今。負傷だね。負傷で生きてはいるね。いや、まだまだ残ってるね。シュトックハウゼン、ローエンタール、ゼークト、ファレンハイト、この辺りは処刑しましたけど、まだまだこんなにいるからね、帝国は。同盟よりもやっぱ帝国の方が人材は多いよね。はい、ではね、次回はもう一度、まあ、艦隊をね、立て直して帝国領侵攻作戦を行っていきたいというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。